はい、えー、それではここからは国家試験の概要についてお話をしていきたいと思います国家試験の概要ですキャリアコンサルタントの国家試験を合格し登録することで初めてキャリアコンサルタントと名乗って仕事ができるこれがキャリアコンサルタントの制度となっていますでは国家試験の概要です 国家試験は学科試験と実技試験の2種類がありまして両方合格して初めてキャリアコンサルタント試験の合格になりますまあ、学科試験は4試卓一式の試験になっていましてこちらは比較的イメージしやすいかなと思います実技試験ですねキャリアコンサルタントで特徴的なのは で実技の中には論述と面接のこれまた2つ試験がありまして論述試験と面接試験両方合格して実技試験の合格ということになります。論述は論述式で回答するまあ、実際に文章を書くタイプの試験です。面接試験面接試験はロールプレイと口頭質問と書いてあります。ロールプレイというのは実際に試験会場にですね相談者役の方がいらっしゃるんですね。 でその相談者の方がおっしゃる悩みですとか相談事項に対してキャリアコンサルタントとして相談に実際に応じるこれを試験監督の前でやるというのがロールプレイの試験です。口頭指問というのはロールプレイが15分終わった後で試験官から試験監督から今行ったロールプレイについての質問が されますのでそれに対して答えていくこういうタイプのものですこれ口頭試問と言いますロールプレイと口頭試問を合わせて20分ですねこれが面接試験の概要ということになりますこのロールプレイと口頭試問について心配される方多いんですけれども養成講座の中でしっかりとロールプレイの練習もしていきますのでそこはご心配いただかなくても大丈夫かと思います はいでは次です2023年度の試験日程のご案内ですのこの試験は年3回行われています今発表されている試験が第24回の試験と第25回の試験になります第24回の試験はの4・5・6月生ですね2023年の4・5・6月生が目標とする試験 そしてこれから8・9月生で養成講座を受けられる方は第25回の試験来年年の3月の試試験験来年年月を目指していただくことになりますまたちょっとここには書いてないんですけれども実務経験3年以上相談実務の経験が3年以上ある方は養成講座を受けなくてもそ,そのまま受験資格が得られますので 実務経験ありの方は第24回の試験に間に合う方もいらっしゃるかもしれません申し込みの締め切りが8月31日となっていますのでもしかすると間に合う方もいらっしゃるかもしれないなと思います第26回試験はおそらく2024年の6月あるいは7月に実施されると思われますがまだ公式には発表されていないところです そして皆様気になりまますすのが合格率だと思いますこれは厚生労働省のホームページから引用していますけれどもキャリアコンサルタント試験のまずこちら学科試験の合格率です、まあ、かなりでこぼこしている折れ線グラフで見ていただくとこれが合格率なんですけれどもねかなりでこぼこしている印象はあるかと思いますが直近ですね直近、はいえーと。これ収録しているのが えー、2023年の4月なんですけれども発表されたばかりの直近第22回試験の学科の合格率82.2%と高かったですねこれまで22回試験を行ってきている中で一番合格率が高かったかなと思います82.2% そしてまあデコボコありましてね、第四回試験と第九回試験が難しかったんですよね。ここが著しく合格率が低かったんですが、この二回に関しては出てきた試験問題がちょっとこれはさすがに厳しいよねという問題が出ていました。この二回を除きますと合格率低い時で五十パーセント台というのがありますけれども、最近は六十パーセントの 中盤から 70%80% ぐらいで安定しているところかなとは思いますので、まあ、少なくとも60%以上の合格率はある試験かなというところが見て取れるかと思います。はい、そして実技試験の合格率です。で先ほどあの面接試験がちょっとキャリアコンサルタントはまあ特徴的というお話もいたしましたが実は合格率に関してはこちらの方が安定している感じですね。 あまり下によっての差がないかなというふうには思います直近第22回の試験の合格率は64.6%という数字でした最近だいたい60%台で推移をしているかなとこんな感じですですので学科試験と実技試験両方を受けて両方合格したという方の合格率がだいたい60%前半ぐらいにはなっているかなと 試験が難しい時でも一発合格50%以上の方が一発合格をしているというのがキャリアコンサルタント試験の現状ということになります。はい、で、まあ、年3回試験がありまして合格率が一発合格で、まあ、今回だと60%超えていた、ね、かなり合格率も高いと言えます。 国家試験でここまで合格率が高い試験というのはちょっと他に見当たらないですねそして民間の資格から国家資格に切り替わってもう22回、えー、かれこれ6年以上経ってますね7年近く経ってますけれどもいまだにここまでの合格率を維持しているっていうのはある意味ちょっと珍しいかなというふうにも思います試験回数も多いですし合格率も高いということでぜひチャレンジしていただきたいなと そしてこの後難易度がどのように変わっていくかということがちょっとわからないところもありますキャリアコンサルタント目指してみようかなと思われる方いらっしゃいましたら早めのチャレンジを私たちはお勧めしたいと思っています